はい、というわけで、春ババでございます。はい、私ね、もう悪にね、魂を売る。うん。もうね、許さない。このね、マルチ、やっぱりきついから。これはマルチきついから、ちょっと待って、目がおかしい。はい。もう許さないよ、怒ってんだよ、俺は。はい。はい、というわけで、ね、怒っております、私は。こちらのデッキスケラね。うん。もうね、スケラ使えば誰でも勝てるよと思うよ、俺は。うん。やっていこうと思う。こちらね、見てください。まあ、3連勝、スケラでやってんすよ。まあ、ほら、三重子小島にも勝ってるし、ね、ほら、ロイジャーにも勝ってる。まあ、ホグにも勝ってる。もう全部勝ってる。もう絶対こうだったら負けない。行くぞ。ぶっ潰してやる。よしこ。もう全部ね、これはもうあれだ。アリさん、相手が悪かったな、今回は。アリさん、今回は相手が悪かったな。よし、行こう。まずこれ、ナイト。様子見ナイトってのは必要ですからね。まず、おっと、ちょっと向こうの、ちょっと向こういかついな、これ。向こういかつい事件が発生してる。ちょっと待って、どうしよう。ボーラーを右出して、これはね、ちょっとね、どうしようかな。すげえ悩むな、これは。お悩み相談室、ちょっと、電話したい。あ、ちょっと待って、落ち着け。これまずい。これ非常にまずいよ。待って。これはちょっと、痛い。危ない!はい、ほぼノーダメ、オッケー。こっから反撃できるエリクサーがない。はい、ちょっと一回様子見ましょう。まあ、さすがに三重士はちょっとね、防衛するだけで精一杯ですね。さあ、こっから、おいいよいいよ、いい具合に溜まってきたよ。向こう全然溜まってないでしょ、きっとも枯渇事件簿入ってるから、いよいよこれ出してからの、いいよ、非常にいいよ、悪くないと思うよ。ほら、もうスケラー、これびっくり、スケラー向こう焦ってんでしょ、これね。よし、バルキリー倒せ。オッケー。あ、バルキリー全部やられたよ。待って。いや、いいでしょ。結構与えてる。このね、ポイズンとスケラーでこう、地味に削っていくというね。はい、これ。はい、辛い。お辛いやつね、これね。よし、オーブンを倒してから、ちょっとまたゆっくり行きましょうか。ただ敵はね、三重種も、あ、待ってよ。三重種持ってるのにポイズン使っちゃった。大丈夫かな?さあ、なんとかしたい。ここは、ちょっともう窮地に追い込まれた。どうする、ここから。まあ、でもね、エリクサーじゃない、ダメージリードは取ってるので、なんとか守っていければな、ということが。エリバも食うからな、敵。敵強いな。ボーラー強くない?2体のさ、マスケットさ、もうゴリ押しで行くじゃん。なるほど、そっちから来たのね。なるほど。ボーラーが死ぬぞ、これ。待て、全部出していこう。全部出してこい、エリクサー。よし、オッケー。非常にいいよ、これ非常にいいよ。こっからスケラに繋げたい。スケラオッケー、行こう。ポイズンも行こう。ポイズンも繋げていく。スタイル、オッケー。よし、いいよ。これは向こう苦しいだろう。あー、でもな、バルキリーがしっかり来てんな。三重子組み合わせんなよ、ここに。そんな余裕ないか。そんな余裕ないよね。待って、危ない。一番危ない。一番こうして危ないから。危ない。すごい分散してくる。待てよ。こっからだよ、こっから。どうしようかな。ない、どうぞ。ちょ、待って。どうしよう。あ、でもね、3体一緒に出してきたら、俺ね、ポイズンで処理をしていきたい。ポイズンで処理をしていきたいというね、願い。よし、いいぞ。投げろ、ボーラー。よし、オッケー。非常にオッケーだよ、これ。よし、エレリズからの、これ。オッケー。これもう防げないでしょ、敵は。ちょ、待って、これ、こっち来い。バルキリー、こっち来い。よし、もう向こうはもう苦しみのザップ加えたからね。もういけるよ、これ。いいぞ。いいぞ、非常にいいぞ。強い。スケラポイズンはやっぱり強い。これもう一回ポイズンで落ちるかな?まだかな?あ、やばい。これ非常にまずいよ。でこれくっついてるから、なんとかね、こうなんとかしたい。後ろから、ドラゴン出して、おっと待って、落ち着け。こっちはね、ちょっと落ち着かせていただいて。こんな感じで、どうこれ?いいんじゃない?よし、オッケーでしょ。で、ポイズンでワンパン?ポイズン来い!よし、来い!オッケー!よっしゃー!スケラポイズンありがとう。スケラポイズンマジでね、強い。今、本当にこう、もうね、俺ね、何が言いたいかって、このレベルがね、見てほしい。もうすぐ4になるからね、これね。あと1個、ちょっと待って。ほら、あと1個で4になるから、ちょっとこれはね、スケラポイズン極めていこうかなと思って、ちょっと今頑張っております。はい。もう1回行きましょうか。4連勝なの、これで。上がっていきたい。あ、これ。カンさん。台湾のカンさんですね。よろしくお願いします。よろしく。
最近やっぱさ、スケラって結構使われるんじゃないですか。でも、こう使い方難しいんですよね。なんか結構防衛うまくされちゃって、だからその辺のね、うまくやっていきたいんですけれども。さあ来い。さあメガゴー来い。よし、メガゴーをこうして。ダクネ痛いな、ダクネちょっと辛い。これどう？どうこれ？どうこれ？結構入ってるよ。結構ぶっ刺さってるよ、これ。結構ぶっ刺さってるよ、これ。オッケーオッケーオッケー、非常にオッケーでしょう。よし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 。いいよいいよ、ダクネも処理した、オッケー、素晴らしい。よし、ほぼノーダメ。結構食らってるけど。いや、これなら全然いいでしょう。こっちはもう追従させない系で、そうだなぁ。これはね、どうやって守るかな。トルネードでとりあえず守る。トルネードで真ん中集めて守って、そこからちょっと組み立てていきましょう。どうしようかな。何出そうかな。いっぱいなんか、どうしようかな。いっぱいある。出したいのがいっぱいあるぞ。待てよ、待てよ、待てよ、これ。これはね、何ゴーレム、何重たい系、ダクネとメガゴ来た。ゴーレムじゃないこれ。いや、ちょっと、デッキ予想するとか、ちょっと上手い人あるあるじゃないのこれ。出た、ゴーレム。どうしよう、これ。これで、とりあえずエリクサー溜まったら、スケラポイズンかましたい。守った方がいい？いいよね、いっちゃってね。よし、いっちゃう。いっちゃうよ。よし、行こう。素晴らしい、これ。あー、でも、どうだ、どうだ、どうだ、これ。落ちるか？落ちるか？俺も落ちるぞ、これ。よし、いいぞ、いいけど、いいけど、どうなの、これ。やばい、俺が防衛ザルってことバレるぞ、これ。ちょっと待てよ。待てよ、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 これ。ちょっと待っていただいて。ダクネさんはちょっとこっち来ていただいてね。危ない、危ない、危ない。ちょっと待て、どうする、どうする、これ。とりあえずトルネード、とりあえずトルネードで集めさせていただいて。あー、やばい、俺も落ちる、俺も落ちる。ザル。ちょっと、これやつまずいな、これ。ちょっとこれまずいぞ、これ。ちょっと待て、待て、待て、待て。ゴーレムがすごい。これ一回守りましょう、これ。あ、もう危ない、危ない、危ない。非常に危ないよ、これ。攻撃特化してしまう。あ、でもね、これね、残り1分じゃん。残り1分だから先落としたもん勝ちだから、なんかあんまり防衛するとね、ちょっとだるいっていうのがあるよね。さあ、どうしようかな。ここにポイズン。どう？どうこれ？ダメ？いいんじゃない？いいんじゃない？これ。ダメじゃないでしょ、全然。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。守れた、守った、守った、守った。うわ、来た来た、いっぱい来た、いっぱい来た。待て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 。困る困る困る。こんないっぱい来たら困るから。こっちもいっぱいあるから、これ。本当にロケットとかやめてね、これ。ロケットとかちょっと、辛いからね、これね。待て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 、落ち着け。落ち着け落ち着け、このボーラー軍団行くぞ。ボーラー軍団行くぞ、あんまり。飛びたくない。空へのダメージがない。やばいよ、やばいよ。よし、行くぞ。ゲラポイズン。おぉ、発動！どうだ、これ。どうだ、これ。よし、来い。向こうはもうエリクサないであってほしい。ないであってほしい、これ。待てよな、でもな、これな、きついな。きついぞ、これ。もうご利用していこう、ご利用して。ご利用していこう。よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。さあ、そろそろゴーレム来るかな。ちょっと待てよ、これ。同点にしたいな。仲直りしたいな、ちょっと一回。仲直りしたい。仲直りしたいぞ。これでもうね、ゴーレムを出させない。向こうに。ゴーレムを出させないで、ポイズンかけて、おっと、すごい。すごいおまとめキャンペーンだぞ、ちょっとファイアボール。よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。これでターゲット取って、いや、でもちょっとこれ時間足りないな、どの道。どの道時間足りないよね。まあでもね、なんていうの？いや、これ、同点ってのはいいことだからね。これ、OK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 、素晴らしい。OK、素晴らしい。OK、素晴らしい。OK、おまとめキャンペーン入ったね、最後ね。OK。いや、これはまあ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 、これ、続けてたら、勝ったんじゃないか。でもカンさん、まあ強かった。カンさん強かった。さあ、もう一回ね、最後一回行って、やっぱガツンとね、トロを上げて、もう腕とダーンとね、もうトロを上げていこうと思います、ポン。いくよ。よーし。ボスさん、よろしく。いや、これボス、ちょっと名前がやばいよ、これ。強そうやもん、名前が。大丈夫かな、これ。しかも先に出すカードが、おっと、どうしようかな。これ出したら、もうパーッと歩いてっちゃうじゃん、これ。抑えたい。ナイトで抑えたい。ちょっと、行かせないで。行かせないで。エレイズを。ちょ、ちょっと待って、待って、今のはないだろ。今のはやっちゃいけないやつだろ、これ。まあ、どうしよう。どうしようかな。どうしようかな。ちょっと、ゴブリン追加してって、足すだけやから足して、よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。悪くない、悪くない、悪くない。悪くないよ。悪くないよ。悪くない、こっから。ほら、向こう使ってるでしょ、もう。結構使っちゃってるから、向こう。ガチッと入るよ、これ。もうガツッと入る、これ。
お疲れ様でしたってやつじゃないこれ。よっしゃ、オッケー、よし、オッケー、オッケー、オッケー。これはね、ポイズンで守っていきたいな。ポイズンで守る、オッケー、素晴らしい。これはいいぞ。これはちょっと勝てんじゃないのか。向こう思いっきりブサだったでしょ。このスケラってこれが怖いですよね。攻め切っちゃうと何もできないもんね、本当に。さあ、どっから行こうかな。とりあえずこれボーラー出して。あ、なるほどね。そうかそうかそうか、ソロも行かないな。とりあえずこれボーラー出してから、これ捨てボーラーになんない、これ攻めらんないでしょ、これ。守る方向で頑張んないといけないかなっていうところじゃないかと。ナイトを出して、あー、痛い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 、待って待って待って、よし、まとめよう、まとめていこう。ガゴが言うの、ガゴが言うの、ガゴが言うの、ガゴが言うのすぎて、ちょっと待って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 、こっち引っ張ろう。ガゴ引っ張っていただいて、いや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 、素晴らしい素晴らしい素晴らしい防衛。よし、こっから反撃に出たい。向こうは何もないことだろう、きっと。よしよし、いいぞいいぞいいぞ、よし、いけ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 、うわ、しかもエルビスも残ってる、これは強い。これは辛いぞ、これは。これはいいんじゃないか、これはいいんじゃないか、これはすごいダメージだぞ、大ダメージだぞ、これは。あと左側守っていきましょう。なるほど、なるほど。これはいいぞ、ちょっと余裕かましてきてるぞ、俺。危ない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 。危ないことする。危ない危ない、ちょっとやめて、それ。ガゴとかやめて、ちょっと。ガゴはやめて、ガゴはやめて。オッケーオッケーオッケー、いいでしょう。ロックどうしようかな、ここから。とりあえず、ボーラー出して、ボーラーだった、今、本当に。ボーラーすごい受けてるけど、まあまあまあいいでしょう。おー、ちょ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 。よし、オッケー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 。オッケーでしょう。そして、からの、よし、オッケーオッケー。後ろから、後ろからナイト。そして、ゴブリンも一緒に行く。これ取られるんでしょ、結局。結局これ取られちゃうじゃん。結局取られてからのライトニング使ったよから、こういう感じで。で、ポイズンかましたい。ポイズンかましたい。ポイズンかましたい。ポイズンかましたい芸人。オッケー、おいしょー、素晴らしい、素晴らしすぎる。ボスさんありがとうございます、ボスさんありがとうございます、よろしく。煽ってね、最後。謎の煽りですいません、ありがとうと、そうと思ったらね、よろしくおっしゃった。まあ、というわけでね、こちらご覧ください。スケラポイズン、このデッキめちゃくちゃ強いと思います。ただね、まあ、お友達はいなくなるでしょう。これね、ちょっとね、ちょっと負けてるけども、これスケラポイズン1、2、3、4、これ引き分けで5連勝と。あ、連勝じゃねえのか、まあ、5勝してるわけなんですけど、まあ、これでね、ちょっとスケラ今回強くなるので、どんどんちょっとスケラでね、上げていこうと思います。はい、というわけで今日はですね、悪の道に染めたトラゲドでした。ご視聴ありがとうございました。